皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、今年も流山産業博にご来場くださいまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、天気がね、良かったですよ。良かったですね。昨日ちょっと雨降ってたから心配したんですけど ね、はい、いい天気の中でね、はい、いいキャラを見れるという千葉キャラ大集合でございますので、ね、はい、満喫してください。はい、はい、さあ、それでは、はい、最初は何ですか。最初はやはりさっきあのなんか前振りがあったような、はい、そうですね、だいぶ盛り上がっていただけるようでございます、ね、そういうことですね。皆さん、はい、覚えてますか。大丈夫ですね。まあ、覚えてるでしょうね。さっきの話ですからね、はいはい、ちょっとお腹いっぱいの方も頑張ってお腹から元気に声出してくださいよ、はい、それでは参りましょうか、ね、はい、はい、お昼だよ千葉から大集合。千葉県にもね、たくさんのキャラクターがおりますけれどもね、はい、千葉キャラがここに登場してまいります。はい、楽しみにしてください、はい、さあ、本日集まった募金は全額日本財団の忘れないで311キャンペーンの支援金として寄託されます。それでは早速ね、さあ早速 ね、はい、では千葉県のキャラクターさんたちが入ってまいりますので拍手をおかけください、はい、ではどうぞ。それでは参りましょう。まず一番最初に登場してくれるのは、お、今千葉くんっていう声が聞こえました。その通りです。最初に登場してくれるキャラクターは千葉くんです。どうぞお願いします。皆さん、大きな拍手でお迎えください。さあ、千葉県に住む不思議な生き物、好奇心旺盛でいろいろなことに挑戦するのが大好き。未知のものに立ち向かうときほど勇気と情熱が湧き、体が赤く輝く。食いしん坊でいたずら好きの一面も。横から見た姿が千葉県の形をしています。千葉くんです。もう一度大きな拍手お願いします。はい、千葉くんです。はい、さあ、続いて朝日の昇る町、千葉県銚子市からやってまいりました、チョーピー。はい、チョーピーです。銚子市内のキャベツ畑で発見され、商工会議所に住み着いた謎の生き物、妖精。身長は湯越崎灯台の17分の1くらい。体重はキャベツ70個くらい。性格は極めて温厚で社交的だが、腹黒い一面もあるということなんですね。腹黒いのチョーピー。腹黒いらしいですよ。チーバ君より前に来ようというもうこの時点で腹黒いですよ。腹黒い、腹黒い、かぶらないであげて、チョーピー、はい、チーバ君もちゃんとね、表に出てくださいね。さあ、さあ、そして、千葉県の最北端、城下町、はい、関宿からやってまいりました、ヤドスケ。はい、ヤドスケお願いします。千葉県野田市に城下町としてのにぎわいをもう一度取り戻し、地元の方々にも明るく楽しく暮らせる日を目指して、日夜関宿城から見守っています、ヤドスケです。さあ、ヤドスケ、みんなとハイタッチして入ってきましたね。はい、手に持ってるのはあれ、サヤエンドウみたいな、サヤエンドウの刀なのかな、それ、うん、時計もしててね、時計も将棋の駒もあって、ね、あ、本当だ、本当だ、本当だ、駒もつけてる、はい、チョーピー、なんでそれで叩くのよ、旗で腹黒いな、やっぱりチョーピー、腹黒いな、チョーピー、はい、続きまして、はい、バラで有名な千葉県八千代市からやってまいりました、ヤッチーです。はい、ヤッチーです。八千代市イメージキャラクターのヤッチ、市政45周年を記念し誕生しました。ヤッチは鳥でも猫でもない新種の生き物です。横顔が獅子の形、体の色がシンボルマット同じブルーグリーン。春の香りに誘われて流山産業博にやってきました。今日も千葉県内のどこかを散歩しています。皆さん、ヤッチをよろしくね、ということで。さあ、ちっちゃいお友達ともね、あ、お友達のお洋服と同じ色ですよ。ヤッチ、ヤッチからですね。ヤッチ、ヤッチからです、ね、いろんな方いますね。チョーピーからもいますね。チーバ君からもいます。本当だ、私今日チーバ君ですからね。チーバ君から、はい、チーバ君からですね。はい、そうです。さあ、それでは続いては、はい、美味しい梨で有名な市川からやってきました、市川うそくんです。はい、市川うそくん、こちらにお願いします。市川からやってきた市川うそくんは、梨に宿ったカワウソの卵から生まれた妖精。体はカワウソ、顔の形は果物の梨、梨なんですね。で、梨のポシェットを肩から下げてるんです。見えますか。はい、ちょっと大きなの下げてますね。大きなの下げてますね。梨のポシェットですね。はい、今ちょっと皆さんからは見えづらいかもしれない、右側にね、かかってるんです。市川うそくんの右側に梨のバッグかかってるので、正面向いたら見てもらえますか。そうですね、はい、はい、あ、見えた、はい、はい、では続
きまして、お隣紫香る町千葉県野田市からやってまいりましたオットーくんです。はい、オットーくんお願いします。千葉県、埼玉県、茨城県の3県で誘致活動をしている東京直結鉄道8号線。この活動のイメージキャラクターとして市民から公募を募り、オットーくんが誕生しました。8号から取った蜂をモチーフにしたキャラクターで、オットーという言葉はイタリア語で数字の蜂を意味するそうなんですよ。はい、もう見たまんま蜂。はい、かわいいですね。はい、オットーくんでございます。はい、さあそして最後にやってきましたのはデビュー級王者FRP キャラの先駆け流れ山産業博の公式キャラクター流れ山の登場です。はい、流れ山お願いします。さあくるくる回って入ってきてくれましたね。はるか昔上州赤城山から流れ山の地に流れてきたさすらいの侍、山を張れば全て的中するというすごい強運の持ち主です。流れ山に触ると幸運を分けてもらえるということで受験生から密かな人気を集めてるんだそうです。あ、そうなんですか。人気があるんですか。人気あるんですか。流れ山、流れ山のビジュアル的に人気あるじゃないですか、どう考えても。はい、今年も個性あるキャラクターがですね、流れ山お高の森に集合しましたけどもね。はい、これだけ、ね、集まると圧巻ですね。そうですね。はい、さあそれではね、おカメラお持ちの方もいると思いますのでね、はい、キャラ君がこう動いてるとなかなか撮りづらいのでポーズを決めましてですね、はい、これからシャッターチャンスということでね。そうですね、カウントダウンしますので、はい、写真を私あの司会高橋さんと僕佐久間もね入れながら撮っていただきたいと思いますので、ね、入っちゃいましょうか。はい、では、はい、どうぞ写真撮ってください。はい、それでは10秒間カウントしますので10秒間撮ってください。もうちょっと詰めた方がいいのかな、みんな入れるように。そうです ね、真ん中に、ね、もうちょっと真ん中にキュッとしよう。中心にしようかな。そうですね、やち中心にみんな。はい、はい、あ、ちょっとじゃあちょっと旗今度いらない。旗じゃあ誰かに持ってもらいましょうか。はい、はい、さあそれではみんな入りましたか。はい、いきますよ、10秒間です。それでは参りましょう、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、はい、写真がね撮れたでしょうか ね、ちょうど流れ山が一番端だったから、はい、あのカメラアングル外した方もいると思いますけどね流れ山が入らないように撮った人もいると思いますけどね。しょうがないね、しょうがないね。さあでは、ね、はい、流れ山さんはですね、はい、あのこの後はご公務があるということなので、はい、なんとお忙しい流れ山、今日の出番これで終わりっていうこれだけですか。流れ山まだ4時まであるのに産業博もう帰っちゃうの。はい、じゃあ流れ山さんのご公務いきますので退出でございます。頑張ってください。拍手でお迎えください。はい、じゃあ拍手でお送りください。頑張ってね流れ山、ありがとう。さあくるくる回る、くるくる回ってカシャカシャ音がして、カシャカシャ音しながら行きましたけど、その音していいのかな流れ山。大丈夫。
えてゆくよ。ありふれた日々の不安も降り出した雨と一緒に。だけどいつも思い出すよ。一人きりの夜決まって浜に追いバニラエッセンスを浜に追いバニラエッセンスを